つむつむしみたです。先日ですね、僕のチャンネルの登録者数がなんと20万人を突破しましたということで、今回ですね、20万人記念の、何か動画をね作りたいなということで、いろいろね、ライブでも皆さんからねご意見いただいたりしたんですけど、今回ある企画をすることに決まりましたということで、今回は視聴者参加型つむつむ大会を開催したいと思います。ということで、今回ですね、僕のチャンネル登録者数が20万人突破しましたということで、記念として、今回は、視聴者参加型のつむつむ大会を開始したいと思います。本当に、20万人ありがとうございます。そして、今回ですね、第1回となります。今回は、ガジェットで、コイン稼ぎ対決をしてもらいたいなと思います。で、この動画でね、いろいろルールや注意事項、そして参加方法もね、話していこうと思うので、ぜひね、誰でもご参加可能なので、ぜひ、この動画の説明を聞いて、ぜひ参加してもらえればなと思います。まずですね、今回の本大会のルールを説明しようかなと思います。まず、参加条件としてね、この動画に高評価とまだお済みでない方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして皆さんにはガジェットでね稼げたコイン数で勝負してもらいます。これはね、使用アイテム何を使っても OK です。フルアイテムでも OK です。ただし本大会ではね、ソコインで対決してもらいたいなと思います。ソコインっていうのは、リザルトにね入る前、リザルト画面に入る前のコインアップアイテムによる倍率の入ってないコイン数のことだね。で、もしもこれ、コイン倍率が入っちゃうと、例えば51倍が来た方とかがね、結構無双してしまうことになるので、その51倍が反映される前の、倍率が反映される前のコイン数で勝負してもらいたいなと思います。またね、プレイの延長はなしでお願いします。そして、今回の、参加者の中で、上位3名の方の動画を、結果発表動画でね、紹介しようかなと思います。結果発表動画はね、今月末にアップする予定です。そして本大会の参加期間としては、この動画が上がってる今から、23日月曜日の23時59分までとします。それを過ぎるとね、参加できなくなるので、ぜひね、参加する方は、月曜日の23時59分までに、参加してもらえるといいかなと思います。はい、そしてこっからがちょっと重要なんですけど、今回参加される方はね、全員、プレイ動画の録画をしてもらいたいです。手元動画でもね、構いません。正直、まあ、ちょっと難しいよっていう方がいても、全然ね、手元動画でも構わないので、プレイ動画のね、録画をしてもらいたいなと思います。で、手元動画の場合はね、コイン数がしっかり見えるように撮影をするようお願いします。で、こちらのね、録画の動画っていうのは、結果発表動画の時にね、紹介 したいなと思ってるので、手元動画を映される方はぜひね、ご自分の顔が映らないように、ちょっと気を使いながらね、ぜひ、撮影をお願いします。そして、本大会で1位を勝ち取った参加者には、なんと、2000円分、そして2位の方には1500円分、3位の方には1000円分のAmazon ギフト、iTunes カード、Google Play カードのいずれかをね、プレゼントさせていただきます。はい、そしてここからですね、注意事項をもう一度まとめます。まず一つ目が、参加される方はね、ご自身のプレイ動画の録画をお願いします。これ結構ね、多分忘れがちというか、結構難しいと方もいると思うんですけど、これがないとね、ちょっとね、結果発表の時に困ってしまうので、ぜひね、お願いします。そして二つ目が、プレイはね、延長なしでお願いします。今回は延長なしでいこうと思います。そして三つ目は、プレイ動画には、リザルト画面と、そしてマイツム選択画面まで、録画するようにお願いします。これもね、ちょっと忘れがちだと思うんですけど、リザルト画面っていうのは、まあ、スコアがね、バーって、結果として出る画面と、そしてマイツム選択の画面、いろんな、いつもね、みんなが、つむつむの、マイツム選んでる画面、そこでガジェットが見えるっていうところまで、録画するようにお願いします。そして、四つ目は、結果はね、ソコインで対決するので、コインアップアイテムによる倍率っていうのは含めません。まあ、例えばね、51倍が来たら、51倍がね、最強になってしまうので、それはね、今回はなしでいきたいなと思います。そして最後が、今回の参加期間は、9月23日月曜日の23時59分までとなります。それを過ぎると、参加できませんので、ぜひね、参加したい方はね、参加期限に間に合うようにお願いします。最後に、
参加方法を説明したいなと思います。参加はですね、こちらの参加フォームで登録をすることができます。でこちらの、ね、参加フォームに関しては、この動画のね概要欄に貼っておくので、参加したいよっていう方はこちらの概要欄のリンクから、こちらの参加フォームに飛ぶようにしてください。で参加フォームね、一つ目、まず開くとこういうのが出てくるんですけど、参加条件として告知動画の、高評価とチャンネル登録をお願いしますってあります。これはね、同意しましたのところにボタンを押してください。二つ目は、参加にはプレイ動画必要なので録画動画を保存するようにお願いします。マイツム画面からリザルト画面までこれはお願いします。ここに同意しましたのボタンがあるのでこれも押してください。そしてですね、三つ目、こちら YouTube アカウント名を教えてくださいとあるんですが、これはですね、紹介動画結果発表の動画の時に、名前をね出させていただくんですけど、ここでね、教えてもらった名前を、そこの動画で発表しようかなと思うので、その時の名前だと思ってください。そして3つ目が、連絡用アカウントを教えてください。Twitter アカウントや Instagram アカウントでも大丈夫ですということで、こちらですね、上位3名になった場合、こちらの、ね、連絡用アカウントっていうのが必要になってきます。で、こちらの連絡用アカウントから僕のね、勝利者優勝者専用のグループに招待しますので、こちらの、ね、連絡用アカウントもぜひ教えてください。で、注意事項としてはこのアカウント名の最初にね、どのアプリのアカウントか分かるように記入をお願いします。まあ、例で言うと、まあ、インスタグラムのアカウントアットとあるつむつむみたいな感じです。まあ、こんな感じでね、送ってもらえるといいかなと思います。そして最後、稼げた底イン数を教えてください。でこちらもですね、コインアップ倍率は含めないようにお願いします。まあ普通に稼げたコイン数で大丈夫です。稼げたコイン数をここに入力してもらうっていう感じです。ただし、まあ、51倍とかね、2倍とか 1.3 倍とか 1.1 倍とか、そういう倍率の含んだ、コイン数は記入せずに、その倍率が含まれる前のね、底イン数っていうんですけど、底イン数をここに記入してもらえればなと思います。そして最後、こちらの送信ボタンを押すと、参加登録が完了します。はい、ということで、以上。参加フォームの、説明に関してはこんな感じでした。わかりづらいところがあればね、ぜひコメントでよろしくお願いします。ということで、たくさんの方のね、ご参加お待ちしております。ということで、第1回視聴者参加型つむつむ大会の、告知動画でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。そして、参加される方もね、ぜひこの動画に高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローをお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。